これは東方プロジェクトの二次創作です。独自のキャラ設定、オリジナルキャラ、暴力的シーンや表現などが含まれている可能性があります。それでも良ければ、どうぞゆっくりしていってね。マジンベリアス、悪魔型の幻獣化、能力は風の前を操る程度の能力、怒り、連鎖、魔界の炎を操ることができる、イフリートとはまた異なる力である。契約内容はうまい酒を飲ませろ、宿主が飲めば満たされる、何百年もここに放置されて退屈しておったわ。何百年、お前マグラを知っているか、いつの時代からいる。時は何千年も遡る、悪魔が地上で戦争を起こした際に偶然私の魔石が一緒に転生された、吸血鬼という種族が誕生し、そしてここに運ばれたのだ。マグラという王と契約し共に語り合ったが、強を感じたマグラが契約を破棄し、今に至る。契約の破棄が可能なのか、まさかあいつが幻獣を宿していたとはな。何か言葉は託されているか。何もない、私はここを守る王子の守護者として使命を与えられた。代わりに奴の盾をもらった。なかなかうまかったぞ。なるほどな、ならば受け取る資格があるのはレミリアだな。しかしあいつにあの盾を飲ませるわけにはいかない。それにこいつの能力は鬼神やコアとの相性が非常にいいものだ。目先の異変に合わせてコアも契約させるのも、そろそろあいつは酒が飲めるのか。契約を破棄できる条件は何だ？それは幻獣すべてに統一されている内容か。それは契約した内容にもよる。マグラは条件を満たせなくなるという理由で破棄した。なるほど。条件によっては一生付きまとう呪いにもなりそうだな。悪いが今は誰も条件を満たせそうにない。適任者が見つかったら契約させる。それまでここで待ってろ。お前は契約しないのか。オメガを宿せ桃よ。なぜお前がオメガのことを知っている？お前と似たような存在を魔界で見た。ならば使命も結末も予想できる。力が欲しくないのか。自分のことは理解している。私ではお前を扱いきれん。それに、私は王や守護者という器ではない。好き勝手に暴れるのが性に合ってるんだな。まあ期待して待ってろ。あ、セリフラ、ちょっと待ちなさいよ。なんだ、もう来たのか。さっさと行くぞ。あんた今誰かと話してなかった？気のせいだ。それよりも大丈夫なんだろうな。可能性を見つけ出して昨夜を救い出すわ。そうか。あれ、あんた傷は？私を誰だと思ってる。はぁ、あんたにはかなわないわね。さあ、かかってこい、魔界人ども。私が行く、あなたは援護をお願い。なんだ君。なかなかだな。やっぱり強いわね。ちょっと真面目に戦いますか。そうね、なんかおかしいともならないと気が済まないわ。やってみろ、今度も。どうぞ。こっちだ。ダンシングフォロー。ガンキオン、波動の封印。あらね。あらら、ちょっと計算ミスしたかな。なんだこれは。マジカルブラシ。おう、やんじゃないか。やはり関わってきたか、魔界の奴らね。ふふふ、先に退場してもらうぜ。じゃあな、行ってれば回復できます。なんとか耐えてください。行こう。うわぁ。パッパッパ。致命傷ゼロ。バカ、行く。すいませんわ。あ、死ぬかと思った。でももう動けねえ。よかった、行ってはいる。急いで回復を。クックック、間に合うかな？な。言っただろ、終わりなんだよ。メルトダウン。まずい、ダメ。よそに来るな。じゃあな。バカ。次はこっちよ。アルジェマ。アリスさんは味方じゃないのか。あ、なんという幸運、みんなが近くに。ああ、なんで奴らが言ってる。回復させるわけないだろ、しぶとい奴らね。力があるだけで手は皆無ね。やはりどこかに本体がいるな。なんだか。この程度でなぜ私を殺せると思っている。興奮。アリスさん、どうぞ。ニャブロミングス。ヤツの力ではないな。よ。あの中は地獄ね。大変猫、風の方なんて扱いたくて。
ああ教えてなかったわね。私能力2つ持ってるのよ。あなたが地上で頑張ってる間に手に入れたの。え、本当に？防空神、パンデモニウム、風神を操る程度の能力よ。悪魔の幻獣だけど結構温厚なタイプなのよね。詳しくはまた今度ね。もう少しは知ってるでしょ。後で初見殺ししてやるわ。貴様らー、私の邪魔しやがって。一緒に消えろカスが。はあんたの目的も知らないし、特に恨みもないけど、調子に乗んなよ。雑魚がお前も糧にしてやろうか。わかったらさっさと消えろ。反省、反省。よう、MO さんや、ゼロ距離はまずいんじゃねえか。ガチリさん、私が避難させないと。グッだ、誰なのよ。アマメイドはまったく。ありがとう、助かったよ。しかしこれは誰を狙えばいいんだ。私たちは MO を止めます。アベルト予言者は彼女たちに、このままじゃ拉致が開かない。魔剣を刺した状態で封印しているかね。そうですね、試せることは試してみましょう。さて、うち相手にどうするかな。いると思ったぜ。メイン、あとは頼んだぜ。MO、爆撃系。あれがアベルの強さか、参ったな。お前は飛んだろ、ヒーロー。あとはあの子の金を。お金を。一人前の人形を生成することも可能か。とにかく相手にしていてはダメだな。さっきの技は相当効いてた。油断しなきゃいけるかも。だけど自然回復が異常に早いわね。さっきまであった切り傷はどこに行ったのよ。何？ちょっと、冗談でしょ。なんてでかさなのよ。ふざけんじゃないわよ。このくらいでいいか。いや、最後に言うやつらもこれで死ぬだろう。あいつらか、移動上げたようだな。お前を特に絶望させてやらねばな。まあ、待っていろ。ふん。サンシャイン。アリスさん、私が止めるわ。あいつをお願い。本気で言ってる？あれを押し返す魔力を高めるには時間が。大丈夫よ。うまいこと搭載できそうだし。任せたからね。さてと、やるのはいいけど、結構巻き込みそうなのよね。まああの子たちなら大丈夫か。おいおいマジかよ、どうするよあれ。あの人一人でやるみたいですね。あれは任せて MO の封印に専念しましょう。ロンキオン、グランドオブトルネイド。やっぱそうなるわよね、となると。あとは分割するしかない。なんだお前ら、結局負けんだか。ぐっ、なんて強力な、じゃあ。地獄かよマジで。そうだ、まずはトチリーさんを避難させなくては。今回復します。どうした、魔力が落ちてるぞ。ああ、目が覚めていたのか。そっちに手を出すなら動かねばならんな。うん、待ちなさい。やっと打開むしろ。うん、私を無視してんじゃないわよ。おもれの怪人ね。私たちの勝ちよ。お疲れ様。ふん、くそ、どこに行った。なぜ力を乱して動ける。ん、すごい。アタッカーモードに変換。はぁーわぁ、ん、どうなってやろう。わぁ、グランドオブトラブル。まずい、逃げ場が。
あははは、バイバイで何ですか。ごめん、盾になって。ふざけんなよお前。あ、いやあ。バカ。やっぱり強いわね。自動モードは私の意思を無視するから変な動きして気持ち悪くなるし、破壊神を倒せても邪神が、無双先生の代わりになるものなんて。おう、結構頑張ってるけど苦戦してるな。最初でこれはまずいんじゃないか。武器がなければ攻撃できないのが欠点ですね。一度落とせば鳥に向かわねばなりませんし。自動モードもよく解除できたな。手足が勝手に動くのに。さっき邪神に衝突した時にボタンに触れたっぽいです。次回からはその辺も改良しなきゃですね。気が結構休め。まずいわね、あの二人協力プレイに慣れてってる。 AI の学習機能か。ちょっと作戦タイム、このまま突っ込んでも負ける。普段物理攻撃も銃も使わないしね。どれだけ巫女の力に助けられてきたかわかるわ。あれ、どこ行ったんだ。トイレかな。邪神ちゃん、そっちにいる。最後に気をつけろ、敵を狙ってくると。まずはあのバカを倒す。だけど銃の威力が効いてたよりも弱い。どういうことなの。連続で撃ってもそこまでダメージが。あ、いいこと思いついた。銃にも何か仕掛けがあるのかしら。ちょっと試して。ガハッ。さ、酸素が、まずい。あ、いいけ。あははは、あんたシノックシューだー。落ち着いて、アイスをぶっ飛ばせば酸素は戻る。はい、残念でした。お物は消毒だー。くっ、どうなってんのよ。もっと威力出しなさいよ、ポンコツがー。踊ります。え、なんで？おろす。で、出た、めっちゃ強。でもなんで出たのか全然わかんないんだけど、私一回苦手だからな。うん、うん、もう、長押しかしら、反動がめっちゃ怖いんだけど。じゃあ、あ、ごめん。もう本当に嫌いですあいつら、なんで毎回毎回こんな目に。でもあれだね、僕たちの友情は成立したも同然。黙ってろ、あの巫女は私が殺す。お二人さーん。はいはい。ちょっと休憩したいから終わりにするわね、お疲れ様。邪神ちゃん、一緒に行こうか。僕らの友情は永遠。あの友情は？あらー。やめておきなさい。もうあなたに勝ち目はないわ。黙れ。今のお前に時間などない。私を殺すことはできんぞ。さあ、消えてもらうぞ。運動運、変わらず。感覚的に1秒痛めれば2倍ね。マックスでどのくらいかわかんないけど。チェックメイトよ、バイバイ。バカな、私の最大の罠だ。実は言ってました。いやん。いててて、医者を呼んでくれ。頼む、なんちゃってー。回復できまーす。あれ、今僕のターンだよね。回復するからな。でよ。人の話を聞けよ。いやよ、私あんたのこと嫌いだもの。え、そうなの。よう思いだと思ってた。結果ちゃんショック。ちぃ、待ってくれ。あんた自分が何してきたか分かってんでしょうね。フランやみんなを困らせ、ソフィアを泣かせた。あれそうだって。あ、ちちちち、ごめん嘘、ちゃんと覚えてます。最後の願いは、言葉は、せめて海外ドラマのファイナルシーズンだけでも見せて。ん、散々奪ってきておいて、そんな願いが叶えてもらえるわけないでしょ。あいつは復活するはず。もう一段階変身されたらどうしよう。さすがに無双転生じゃないと。はい、お疲れ様。無事にミッション成功だね。え、邪神の復活は？あごめん言ってなかったっけ。これ回数計にしてるから能力による復活はないよ。ぶっちゃけデータだからどんなキャラでも復活できるし。そこ重要だろ、しっかり教えてよね。まあまあ、とりあえず感想も聞きたいから一度戻すね。お疲れ様。ふ？次は誰と戦うのかしらね。戦闘はまあまあ悪くなかったわ。はいはい、お疲れ。あれ、ニトリは？ニトリは小笠たちとどっかに行ったよ。知らん顔の奴らも何名かいたが。そう？それじゃあまずは感想と改善点があれば教えてください。次回やるときにはアップデートしておきますので。まずはそうね、パワー型はスイカ並みに威力はあったし、スピードも想像以上に速かったから色々助かったけど、防御型もあった方が場面的に助かるわね。ディフェンダーっていうのかしら、動けない時に自動操縦できるのは助かるけど、あれは防御として扱うには危険すぎるかしらね。状況によっては逃げることも必要だし、ニトリたちがいない時でも私の意思で切り替えることができるようにしてほしいわ。それとマスクは絶対あった方がいいわ。状態異常系はやっぱりきついかも。武器はどうだ？あれにマテリアも組み込まれるわけだけど、そして術と切り替えることが可能になる。軽いけど大きいわね。至近距離まで来られると放つのは難しい。一応別で攻撃できる手段もあるんだっけ。それでも一瞬の隙が勝敗を分けるからね。武器を少々小さめにと。一応こういうのも用意してある。次の戦闘で使ってみてくれ。何それ、ニトリが言ってた遠隔で攻撃するやつ？
私たちで操作もできるし、これにも自動プログラムが搭載されている、波動砲のレーザー、バリア、エネルギー吸収などが可能だ。吸収したエネルギーは君のスーツに送り込むことも可能だが、どれだけ吸収できるかはわからない。爆弾にもなるからそっちに回した方がいいかもね。うわ、それはすごいわね。しかし先ほどの戦闘データと感想を聞いてる限りですと、霊夢さんは基本的に自分の感覚のみで戦闘した方が調子いいみたいですね。戦闘の際に考えることが少々増えることになるかもしれませんが、この防御システムと呼ばれてる弾も霊夢さんの意思で動かせるように調節しますよ。あら、それは助かるわね。ちなみにこの銃なんだけど、長押ししてるとどのくらいの威力まで上がるの？それと放たない状態で貯めておくことはできるかしら？一回引き金を引けば通常射撃、引きっぱなしであれば放出し続け徐々に威力は上がっていく。そして1秒開かない間隔で引き金を2回引くと、エネルギーを常に貯めた状態にできる。ただそれは引きっぱなしにしてくれ。離すと発射される。なるほど。ただエネルギーの消費が激しくなるので気をつけてください。そして溜めた状態は非常に強い熱を持ちますので、下手すれば爆発して霊夢さんの腕が吹き飛びます。まあ安心しろ、それでもかなり改良してある。ちなみにマテリアによる魔法も同じようなやり方で放つことができる。スイッチで弾幕か魔法か術か切り替えられるから練習はしといてくれ。まあ術と組み合わされば巫女の技も扱えるさ。本物ではないけどな。そう、やっぱり形だけなのね。もし完全再現するのであれば霊体に関する知識が必要ですね。それが霊力につながるでしょうし、しかし残念ながらまだその技術はありません。一応星に流れているライフストリームと呼ばれる生命の力、これを回収できる技術はあります。しかしこれを流しても大量生産のような回復効果がありませんね。マテリアも作ることはできるんだ。だが魔法使いの力がやっぱり必要でね。何が足りないのかさっぱりわからないんだってニトリが言ってた。霊夢さん、実験は以上になりますが何か聞きたいことがございますか？そうね、ちょっとした刀とかナイフとか、接近戦用の武器がちょっと欲しいかな。あとは特にないけど、地上が今どうなってるのかだけ教えてほしいわ。接近用の武器、はい了解です。地上はですね、あまりカメラは多くありませんが近くので見ると。あれ？これってレイヤーじゃないか？しばらく戦わないみたいなこと言ってなかったっけ？先輩それは言っちゃダメですよ。それを言えば、あ。あは、あはははは、レイヤーじゃなくてレイレイだった。似てるよなあの二人。さあ、ヤクモランのところへ戻ろう。狩猟の続きだ。どこにいるの？え、さあ、白霊神社じゃないかな？なら見せて。いやあ、人の私生活を覗くなんてさすがに無理ですよ霊夢さん。そんなバカッパのニトリじゃないんだから。もう一度だけ聞くわよ。母さんは、どこにいるの？今、魔女たちと戦っています。私も行くわ。ダメです。作戦は聞いてなかったんですか？これもすべて霊夢さんのために皆さんが動いてくれてるんですよ。全員が助かるための作戦よね。誰かが死ぬ可能性があるなら話は別よ。なあ勘弁してくれよ。こんなことニトリにバレたらヤバいんだって。それにそのスーツも未完成だろ。このまま行っても負けるってば。母さんもきっと同じ気持ちだと思うの。それに昨夜のために戦ってくれてるんでしょ。友達を助けるために何かしたいと思うのは当然のことでしょ。わかるけどさ、少し冷静になれってば。レイヤーはミスティアと一緒に戦っている。昨晩から動いてるに決まってるだろ。君が言ったら作戦がダメになるかもしれないだろ。別に勝とうとはしないわ。せめて救出に。何よこれ。あんた何をしたの？遠隔操作ですよ。あなたを止めるようにニトリさんから言われてるんです。絶対に行かせません。オーナイス。ふざけないで。早く解除しなさい。ダメです。霊夢さん、あなたは分かっていない。昔とはもう状況が違うんですよ。巫女という存在、人の未来、あなたは生きる者の希望なんです。どれだけ大きなものを背負っているのか、あなたのためにどれだけの人が動いているのか、あなた個人の考えで動いていいわけじゃないんです。うっさいわね。そうだそうだ、もはやお前たちは我々の命も背負ってるんだ。勝手に動かれて未来を消したくはないね。いいから早く解除しなさい。絶対に死なないしここの場所も気づかれないように最善の注意を払うわ。ニトリが戻ってくる前に帰ればいいんでしょ。まあそれはそうなんだが、ヤクモゆかりやランがなんというか。そうですよ、向かうには隙間が必要です。このことを伝えた上で承諾を得なければいけませんよ。言っておきますが先ほどの戦闘はデータ上であって本物ではない力です。機械を使って向かうことも無理です。メカニトリさんがいなければね。あるんでしょ？タイムマシンが。それはまだ未完成で。やっぱりね、あるんだ。お前、未完成でも数キロ離れた場所に送ることはできる。違うかしら。確かに可能ではありますが。お願い、早めに戻るから行かせて。母さんが向かってるってことは霊霊に巫女の力がないこともバレている。動くのも時間の問題だわ。お願い、巫女としてじゃないの。家族や友達のためよ。必ず無事に帰ってくる。約束するわ。わかりましたよ。おい、シエラ、あいつが約束を守るわけないだろ。仲間がピンチになればそっちを優先する。ニトリア役もゆかりにキレられたらヤバいんだってば。大丈夫よ、あなたたちにも協力してもらうから。はぁ？その弾も私も遠隔操作できるんでしょ？何分経っても戻らなさそうなら操作して帰還させればいいし、協力してくれればスムーズにことが進むわ。そうでしょ？あ、わかったよ。さっさとこっちに来い。ただしお前に脅されたって言うからな。全責任を背負えよ。わかったわ、ありがとう。行くぞ。はい。うわ、すご。あの中に入れ。いいか、これはニトリと私が3時間で作った未完成品だ。3時間、そうだ、
まだ一度もテストしていない。失敗すればわけのわからんところに飛ばされるし、最悪燃え尽きるからな。いいわ、やって。その覚悟よし、まあ安心しろ。転送装置くらい30分で作れるって言ってた。その辺の機能は多分あるはずだ。先輩が触ったところが心配ですけどね。よし、行くぞ霊夢、転送してやる。参考なまでにあなたって普段何作ってるの？ロケットや飛空艇だ。まあ武器の方が多いが、ちゃんと成功した乗り物は？23機中。一機だけですね。ふざけんなお前。待ってごめんなさい。やっぱりランに話すから止めて。行ってらっしゃい。行けよお前、後で覚えて。先輩確認を。今見てる。ああ大丈夫だ。指定した場所にしっかり転送されてる。この距離からならバレんだろ。霊夢さん聞こえますか？あ、はいはい。転送は無事に成功しました。皆さんは高魔館周辺で戦っております。あくまで目的は救出。そうですね。わかりました。ならば私たちも可能な限り協力します。救出した後は何発か強力な弾幕をぶっ放した後に速攻で帰還してください。そのくらいしないと気は晴れないですよね。そして帰還方法はセイレーンさんに頼ってください。とにかくスピーディーに、そして確実にです。わかってるじゃない。了解よ。防御システムは付近まで来たら中心のボタンを押してください。あとは私たちが操作します。それでは行ってらっしゃい、霊夢さん。ありがとう、シエラ、シドニー、マジで感謝するわ。さあ、飛ばすわよ。ふふふ、ふふふふふ。はい、アリスちゃんたちの勝利、おめでとさん。あいつの力が手に入れば復活まで残りわずかって感じね。さすが優秀な二人だわ。って思いたいけど、多分無理よね。さすがに私も動かなきゃまずいかな。それじゃあ魔界へ運ぶわよ、いいわね。神器様ならきっと分かってくれるはず。ダメだったらその時は、ゆめこ、後ろ。惜しかったな、いや惜しくもないが。どういうことかしらね。私は魔導を扱う程度の能力を持つ。眼光を受けた者は石化状態になるの。外部からの魔法以外で解除する方法はないはずなんだけど。残念だったな。私の目は他のものが持っている。だがまあ偶然けたとしても解除できるがな。さっさと壊せばよかったものを。さすがは原初の魔女って感じかしらね。どうしようかしら。この先は考えてなかったわ。やることは一緒よ。状態異常が無理なら物理的に拘束するまで。それもそうね。ありがとう。冒険会か。うまくできましたね。魔力を注ぎ続けるには私一人では不十分だ。やっからは何をしている。深いダメージを負ってますね。エーテルに限界が来たのかもしれません。タチュリー様もまだ避難できてません。私が行ってきます。魔力回復は自信以外だけか。ちょっと彼女の回復に頼りすぎてしまったね。しかしなぜさっさと手にさせなかった。まさか一度石を切り替えるとしばらく戻れないのか。まずいね。今私は動けない。回復も手にもできるのはヤシトラとアリスだけ。アリスが協力でもしてくれないとこれは。ほう、なかなか不明術式だな。なぜ魔界の者が人間と仲良くしている。お前たちは支配する側であろう。魔女同士の戦いは初めての経験でな。女という生き物は守られる存在だと思っていたが、まさか戦士として増えているとは驚きだ。人とは不思議な生き物だ。力もないのに抗い、自分が地上の支配者であるかのように振る舞う。なぜ神々に逆らう。身を委ねた方が楽であろう。実に愚かな存在である。労働以外に役に立たんくせに自分が優れた存在だと本気で思っている。愚か者には罰を与えねばならん。そうだろ。ふっふっふ。貴様、小悪魔、避けるんだ。メイン、お願いします。捕まってろよ、パチュリー。まったく、手間のかかりの芝だ。まあ、私の力を使うまでもないだな。おい、あの赤い魔女を殺しておけ。よー、あ、なんでお前が乗ってんだよ。あら、もしかして今の状態じゃ私たちにかなわないのかしら。まだ終わってないんだから最後まで付き合いなさいよ。本気出さねば殺せんか。パチュリーさん、全回復してあります。目を覚まして逃げてください。ミマさんは NO に捕まってる。私が連れて行くしかないか。うん、なんだこの嫌な寒気は。うわー、やっとらさん、あは、あもう飛行がバグる。間に合わなかったら気絶は免れないわね。アリスちゃん、大丈夫？普通に死ぬかと思った。あんな技に耐性なんてないわよ、まったく。見事だ、厳重精霊によ。
まさか本当にこいつを倒すとはな。貴様。だが、こいつの救出を最優先させるべきだったな。さあ、返してもらうぞ、私の力を。目だけじゃなくて耳まで失うところだった。あいつとの戦闘は勘弁願いたいな。何休んでるんですか、レイレイ。何か言ったか、今キンキンしてよく聞こえん。おいおい。そこまでして張り合わなくてもいいだろ。包帯を巻いても同等の立場にはなれんぞ。見た目だけの変化か、試してみますか。私は構わないが、この状況で敵を増やすのは賢い選択とは言えないな。こいつ何かを宿したな、一体なんだ。それよりも、今あいつらはヤバい状況だぞ。お前たちはどうするんだ。ユージ、私は行ってきます。あなたはここで待っていてください。わかったよ。なんだ行くのか、個人的にあまりおすすめはしないがな。なぜですか。弱い奴が向かえば狙われる。そして仲間はお前たちを見捨てない。はっきり言って足手まといってことだ。ここで一緒に観戦でもしていたらどうだ。なんで鬼どもは人が話してる最中に動くんだ。お前はどうするんだ。あいつらのレベルであれば、お前のご自慢の腕力も噛み刺された程度だ。わかってるよ。セミクラを見つけたら糧になるつもりだ。地獄にはスイカがいるしね。別に悪い気はしないよ。そうか、まあまだマシな考えだな。それよりもレイヤが一度もニコの技を使わなかったのはなぜだ。あいつは自身の寿命を気にするようなタイプでもないし、レイムはニコの力を宿せない。もし持っているとしたら役の光か。全くどこまでも目障りなやつだな。まさかお前が敗北するとはな。数秒先の未来を常に見えるお前でも叶わなかったか。まああとは私に任せろ。うむ、やはりこのくらいの力が落ち着くな。あとはお前が自身の歯を持つものよ。うん、本物はどこにいる。アデル、そいつだ。早く捕まえろ。じゃあな。時の力、なぜあいつにも宿っている。ふん、何者かは知らんが、仮に逆らった者が行く場所は死である。なんだ、きっと化け物だ。うわ、うん、なんだ。あ、危なかった。急いで逃げてください。なんだお前、その姿、説明してる暇はないんです。早く。わかった、ありがとう。なんだお前は。海を背負いし者ですよ。そうか、ならば一緒に消えるだろう。どうする、結果もできないんで、あれはちょっと普通かな。とりあえずこいつは邪魔だから撤回しましょう。あとはあの子たちに任せればいいわ。それもそうね、ちょっと神貴様に相談ね。これは貴様ら、諦めなさい。あんたの魔力は吸い取ったわ。黙って寝てなさい。あまりあちこちに喧嘩売らない方がいいわよ。これ私なりの優しさね。それじゃあね。それじゃあ帰りましょうか。おい、アリス。何かしら。いや、その、マリサさん、一度こちらに集中してもらっていいですか。どんどん魔力が上がっていきます。あれは私やミマさんたちだけでは止められません。カゼンさんも強大な霊力を放とうとしていますが、あの力は訳ありのようです。あまり負担をかけさせてはいけません。わかったぜ。やるっきゃねえな、レイムやバチュリーの分まで。うん、アリス。静かに、私の魔力を上げるわ。よく聞いて。霊夢にこう伝えておいてくれる。一度しか言わないからね。何があっても、私を助けようとは思わないで、魂ごと私を消し去りなさい。おい、それはどういう。マリサさん、クソ、気になること言い残していきやがって。大しているのかい。すみませんが、あの力は想定外です。魔力も精霊さんに分けていただいた程度。守れなかったらすみません。大丈夫です。もう全身痺れてるので多分痛みもないです。うん、どこまでもめでたい奴らだな。そういうことなんだ。はぁ、また白霊大結界を作り直さなきゃいけないわね。連絡が行きます。ニコの底力、期待してますよ。そういうのに母親の底力かな。いつでも行けるぜ。まだです。合図をしたら放ってください。あぁ、それみんなに伝わってんのか。今も会話してます。今です。行くぜー。団体の光。アリスに分けてもらってこれかよ。あんたまだいけそうか。預言者との戦闘とヤヒトラさんに少々力を分けてしまいましてね。この状況でどうやって挽回するかですが。おう、どうすんだ。ありませんね。ふざけんなよお前。ミマ様。可能性は続きておかねばならんからな。すみませんが、あとはお願いします。嘘だろ。あ、クソ、そこに力を出しやがれ。キリサメなんだ。すみません、ありがとうございます。いえいえ、守りが専門ですから。メイン、焼けるわね。お嬢様、ゼミクラさん、途中でルカと話した。とりあえずあれを打ち消すぞ。よっしゃ、かかってこやー。ガハッ、クソ、精神と肉体が合ってない。このままでは、せめてあれだけでも止めなくては。ああ、慣れない力を使うから。
お前の魂一つでどうにかできるレベルじゃないけどな。うん、なんだあれは。なんでといつもこいつも星を破壊する勢いなのよ。そういう感じはすごい大爆弾だからな。レミクラ、約束だよ、使い物になるかわからないが糧にしてくれ。悪い噂は大して知らかん、その話はなしだ。そりゃあないよ、河川だって命を削って。だが代わりに頼みたいことがある。コアは限界立ってる、冷戦は瀕死、ヤシカラは似たところの欲を使い果たしてる、今も重傷だ。今あいつらを助けられるのはお前しかいない、頼めるか。任せな。クフフ、絶対大きくなるわよ、あの人。もう私の壁は超えさせんだな。あれが抜ければ一本できんのだろう。今からあいつらが死ぬところを見せてやる。こんなところで終わるわけにはいかねえんだよ。頼む霊夢、力を貸してくれ。このままじゃ。このままじゃ、一体何なのよ。霊夢、お前、まさか泣き言言おうとしたんじゃないでしょうね。バカ、んなわけねえだろ。一人で異変解決しちまうぞって言おうと思ったんだ。あらそう、だったらまだいけるわね。当たり前だぜ。行くわよ。おう。はぁ。動けなさそうなやつは回収しといたからね。あとは頼んだよ。上出来だ、助かる。ゆうぎ河川、すみませんが私もいいですか。思ったよりも負担が身に合わない力を使ったためですね。まだまだ修行が足りないようです。ふん、任せな。一緒に連れてきてくれ、急ぎだ。わかったよ。おお、来たか。なんだいここは。ルカ、回復は全員回復済みです。しかし魔力が大幅に消費したことでうまく動けないようです。河川も似たような現象ですね。そうか、無事ならそれでいい。霊戦も眠っているだけか。はい、じきに目が覚めるかと。ここはアデルの間ですか。そういえばどうしてここの場所を聞いてきたんですか。今、ちょっと来てくれ。君の知識が必要なんだ。悪いが動けん、こっちに来てくれないか。はいどうも、みま、これを見てくれ。なんだい、あん、それは魔界の言葉じゃないか。何をするつもりだ。ぱっと見たところ、これはエネルギーを供給する機械だ。アデルの魔力を回復させるためのものだろう。元はどっちかわからないが、今は吸い取るように魔改造してあるね。私たちが来ることを予想していたのかな。知恵があるようだがまだまだ甘いな。それでアデルの魔力を奪うってのかい。無理だね、これは月読みが眠っていたクリスタルと似ている。アデルなら逆にエネルギーを無理やり吸い取る力があるだろう。ああ、魔界の言語でどれがどれかわからないってことか。そうだ、エネルギーはそこまで残っていないが君たちの力を回復できる程度はあるはずだ。時間がないから急いでくれ。わかった、よく聞けよ。マスター、茨城河川が時の中で動けていました。何か危険な力を手に入れた可能性が高いです。一応報告です。だとすれば厳重だろうね。力よりも契約内容が気になるところだが。ルカ、アデルの能力も手に入れたね。データを転送してくれ。弱点を見つけ出す。了解です。この魔界の文字、以前小鈴に解読してもらった文字と似ているな。古代技術に何か関わりがありそうだ。それに、この場所に何かおかしい。見たことのない素材がある中、幻想郷にもあるかなり古い素材もある。人間と魔界が協力した研究術って感じだ。あの予言者が一人でやったとは思えない。もし古代遺跡に関わりがあるとすれば魔界だけではない。あらゆる文明が一つになって何かを隠している可能性があるな。それに古くから関わりがあり、守り続けているものがいるとすれば、楽しみが嫌でも頭に浮かぶな。次回はあの世界を探索するとしよう。という意味だ、わかったか。すまない、全然聞いてなかった。最初から頼む。お前な。お前が巫女の力を受け継ぎすものだな。随分と見た目が変わっているが。新しい時代の意味を込めてね。私もちょっと変化したわけよ。霊夢、エヌオは私たちこんなメンバーが倒すわ。あなたたちはアデルをお願い。いいわね。わかったわ、そっちは頼んだわよ。エヌオの魔力が戻ってる。石化を解除するときに分けられたらしいな。気をつけろ。そう、不純物がね、時期を待てば消滅しそうだけど。はい、しかし時間を与えると力を強化されてがつけられない状況に。できれば今後悪を解放させ回収したい魂です。実際他の世界もいぼよい昨夜は悪の道に進んで暴れた過去があります。あらそう、ならば将来期待できる。
そうね。あそこまで強化された上に石化も無理なら仕方がないか。いいわ、次は私が行ってあげる。だけどあの子たちまで相手にしてると面倒だわ。少し人数が減るまで待ちましょうか。わかりました、必要であれば言ってください。なんでだろう、どんな言葉でも私を信じてくれている。心の中では本当に疑っているのだろうか。私は神器様に嘘ばかりついてる。本音を話せずに終わっているのだろうか。私の気持ちを。コアさん、力がほとんど残っていないようですが大丈夫ですか。気合でやりきります。メイリンさんも大丈夫ですか。半分も残ってませんが、サクヤさんを助けるまでは倒れませんよ。私もです。お前はあっちで戦っていろ、敗北は許されんぞ。余裕だっての。さて、これが最後の戦いとなるであろう。抗うなら最後まで抗ってみせろ。お前はそこで見届けるんだな。ニコの最後、夢か希望が尽きる瞬間をな。最後に言い残す言葉はあるか、白霊のニコよ。別にないわ、ただ聞きたいことが一つだけ。大体は予想しているけど何が目的なのかしら。好き勝手に暴れてくれたみたいだけど。無論、支配である。あら、そう、だろうと思った。悪者にありがちな考えよね。ああ、何が楽しくて支配なんかするのかわからねえが、これだけは言わせてくれ。その言葉、聞き飽きてんだよ。マリサ、母さん、わかってる人の、行くわよ。ヘヘ、あれ忘れてたわ、母。だって、あの子から気持ちするか。やばい、あいつだけで不覚だわ。もう一気が飛びそう。まずいわね、ケイラ、シドニー、任せたわよ。任された。はい、ね、なんて強力で広範囲の技なの。あんなの連発されたら死ぬことになるのか。なんか、よ。ごめんね母さん、ちょっと邪魔かも。はい、すみませんでした。霊夢ね、ずるいぞあれは。よし、ケイラ、丸連打しろ。イエッサー。あいつが言っていた秘密との発明か。あいつがものだな。まずは捕まえるか。片方はいい感じに力が溜まってきたわね。もうすぐで捕まった。向こう無人。邪魔だ。やっぱ嘘でしょ。早い。まずい。まずは一発だ。よし。どうした、痛いのか。やばい。うん。ははっ。まずい、このままじゃレイムが死んじまう。レイム。あら。やっと動けなくなったか。なかなかしぶといやつだな。さあ、見てもらうぞ。何やってんだレイム、早く防御システムを出せ。こっちは何もできないぞ。動けないのよ、ボタンを押す力もないわ。仕方がない、遠隔操作するぞ。ちょっとあなたたち。あ、何してんのよ、霊夢はどこにいるの。おい、なんだその映像は。ゆかりさん、ランさん、霊夢さんを死なせたくなかったら協力してください。後で罰は受けますので。よし、霊夢は私が操作する。ケイラたちは防御システムを頼むぞ。え、何バラバラ。おい、こっちだ。ん、死にやがれクソ野郎が。死ぬのはお前だ。やべえ、範囲が広すぎて。よか。え、何この武器、めちゃくちゃ怖いんだけど。やばい。あは。え、エイムの母さん。うん、ニコはニコでも敵になる存在だな。うん、消えている、あの傷でどうやって動いた。まあいい、ならば先にこちらを。何か追っている、敵にも力は感じられなかった。すまねえなレイム、ちょっと休んだらすぐに向かうからよ。いいってことよ、とりあえず休んでな。ああ、あいつ声変わりしたか。ゆかり様何やってるんですか。攻撃してくださいよ。わ、私こういうのダメなのよ。だからスマホ持ってないんですか。うるさいわね。じゃあ、こいつ、やった。オラフライヤバルの手が、回避、猫ピック、じゃあ、リバシ。ん、ような動きをするようになったな。今ではうまく道具に頼むつもりだ。あ、やばいわ。こいつ強く稼働法が効いていないなんて。ランサーナ、ここにいますか。ちょっと早くなんとかしなさいよ。早くあの弾を出しなさい。あ、あれで全部なんだよ。あとは霊夢を操作するしかないんだ。先輩、霊夢さんの HP も限界です。なに？それはまずい。HP って、何のことよ。霊夢さんの体力です。つまり生命の力を意味します。え、それじゃあ、それがゼロになると霊夢はどうなるのよ。あのスーツは霊夢さんの心臓の鼓動も感知しています。つまりそれが尽きるということは。わけがわからんな。奇妙な動きをすると思ったら、まさか気絶しているとは。お前があのニコの力を受け継いでいるのは分かっている。なぜ支配に抗う力で対抗してこない。
お前が本物の巫女であろう、あの時の力を見せてみろ。長い間待ち続けた巫女がこのざまからな。お前では世界を救うことも、自由を得ることもできん。消えろ。アデル。バカな。お前も最後もあってないものだったな、厳重停電よ。アデル。次から次へと、一体何なんだ。霊夢を話しなさい。こいつの名前か。残念だがこいつの命は諦めるんだな。話さないと殺すわよ。ふっは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 。やれるもんならやってみろ。完全な不死を相手にどう抗う。周りを見てみろ。嘘でしょ。ミスティア。うわぁ、精霊様。人間を守って何になる。お前も見てきたはずだ。平和よりも力を求めた。それが答えだ。デミフラ、お前は本当にすごい奴だよ。破炎の力を手に入れ、暗闇の雲の力も得ている。なのにお前に何度も殺された。力を得ても、どんなにいろんなものを犠牲にしても、お前に届かない。本当に目障りなんだよお前は。ここしっかりしろ。ここで奴を止めなきゃ世界は終わる。誰も幸せになれない。お前は生きるとお嬢様たちと約束したんだろ。だったら生きろ。そいつに生きる資格があるとでも言いたいのか。どれだけ多くの命を奪ってきたと思っている。償いきれる罪じゃないんだよ。そいつをかばうならお前も同罪だ。消えろ。くそ、ここまでか。デミフラ、お前なら止められる。あとは頼んだぞ。はっ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 は。きっと、その絶望した顔だ。お前たちに夢も希望もない、未来もないのだ。そして、自由も、すべて消える。やめてー。体が動かない。一体何が起きている？あ。あいつらか、おとなしく消えてればいいものを。ふふふ、お前のせいでまた一人死んだな。お前のために命を懸ける奴がいるんだな。本当にバカな奴だ。あんたいい加減にしなさいよ。命を奪ったって何もならない。失ったものは戻ってこないのよ。バカなことやってないで前を向きなさいよ。お前は、仲間を失った時、どんな行動に出た？知ってるぞ。お前は人間に復讐するために皆殺しにした。命乞いをした人間も殺した。無関係の子供の人生も奪ったんだよな。お前は。そのお前が私に復讐をやめろと、どの口が言ってるんだ。奪われたものは奪われたままで終わる。それじゃあまりにも不公平だろ。わかってる。私が一生手を出し罪よ。だから私の人生を捧げて。あははははは。お前の人生を捧げて何になるんだ。あいつは人としての幸せを望んでいるんだろ。今のこれが幸せか。お前がいなければ人間界で幸せに暮らしていた。危険な戦いに巻き込まれることもなかった。お前は罪悪なんだよ。生きていることが罪だ。昨夜は笑っていた。幸せだと言ってくれたわ。ああ、私は昨夜の言葉を信じる。お前に惑わされたりはしない。仲間を失う辛さは私にもわかる。ここにいる全員がわかっているわ。あなたの辛さも、怒りも悲しみも。でも、お前の気が晴れるなら死んでやりたいが、私は生きなきゃならない。申し訳ないと本当に思っている。約束する。私の人生をお前に捧げる。お前のために戦え。お前の幸せのために生きる。私の望みはお前が死ぬことだ。もう手遅れだって言ったろ。ふふふ、お前の口から謝罪の言葉が出てくるとはな。さっさと消えろ。まだやり直せる。諦めるな。暗闇の雲は私たちが何とかする。一緒に昨夜を助けろ。昨夜が生きていれば寿命は戻る。生きてれば必ず幸せになれる。人生を諦めるな。奪ったお前が綺麗事を抜かすな。わかってる。本当に、すまなかった。今まで、本当に辛い思いをさせた。まだ間に合う。お前の人生をやり直す最後のチャンスだ。私には多くの仲間や家族がいる。私が得た幸せを、お前に分け与えたい。きっとお前も優しさに包み込まれる。そして家族がお前を守る。ふざけんなよ、お前。てめえ、やはり巫女の力が消えている。見えないと思ったら記憶を結界で守っていたか。悪いなレイヤー、守られる側になった以上、お前に守護の力は必要ない。返してもらうぞ。この言葉の意味を、お前は理解できるか。ちょっと、どうすんのよ。すみません、もうほとんど力を奪われてしまい、抗う力がなくなってしまいました。人の心と混ざってしまったあなたは灰にとって邪魔な存在。追い出されるか消されるかのどっちかと。ふざけんじゃないわよ、ここまで来て。
離せれー。ふざけんなよ、お前。諦めた人生に、希望を持たせるようなことを言うな。期待しちまうだろうが。おい、どうしたんだ。うわあ。あ、あ。おい。は？は？おい、しっかりしろ。うるさい、少し待ってろ。今、なんとかして。バカが、急に流されおって、これだから人間は信用できん。貴様に分け与えた力を返してもらう。貴様ジェニフラ、勘違いするなよ、こいつを殺したのはお前だ。永遠を与えたというのに、お前がこいつを迷わせた。もう諦めろ、お前たちの希望ともなるにこのあのざま、私を倒せる手段はもうこの世には存在しない。現実を受け入れろ、所詮お前たちは神が作り出した道具に過ぎん、それ以上でもそれ以下でもないのだ。どんなに希望を抱こうとも、どんなに幸せな夢を思い描こうとも、お前たちが辿る運命は決まっている。向かいの連中も、お前たち吸血鬼も、巫女も魔導士たちも、誰も私を一度も殺せていない、不自然の問題だ。まあ安心しろ、こいつはまだ生きている。私の力が宿った影響で一時的に魂が留まっているだけだがな、こいつは目が覚めた瞬間魂が消滅する。期待させてしまったかな、だがこいつをこのような目に遭わせたのはお前だ。暗闇の雲を手に入れた以上、もう用はない。後で物体は一緒に消し去ってやろう。私なりの優しさだ。クックックック。これが何だかわかるか。まさかそれは。さくやさん。これはお前たちの希望、そして戦う理由だ。もう私の力は返してもらった。人の心が宿った時の力は不要である。今ここで消し去ってやろう。お前たちの生きる理由も全てな。やめろ。不可能、それはどういうことだい。奴の能力は、邪悪な魔女の心を生み出す力、つまりは人の心そのものなんだよ。人の欲や力というものを形にしたような存在。力、魔力、知恵、予知、不老不死、そして創造の力だ。その力の源は心の邪気によるもの。これらを消し去るには邪神や霊戦のような心に関わる力でなければ。奴には何一つ善の心など宿っていない。どうあがいても倒すのは無理だよ。本当だ。やめろしましたか。少しだけ私の話を聞いてくれる？はい、話ですか。私ね、幼い頃に両親を亡くして、どこへ行ってもずっと一人だったの。幸せになりたいと思う反面、誰かと一緒にいることが怖かった。だけど、コアやお嬢様たちと出会って、そんな不安も全部消えていったの。私は今がすごく幸せ。でもね、本当の孤独になってしまったら、きっと私は壊れてしまうわ。孤独が嫌で、きっと居場所を見つけようと走り出す。他の私がそうだったように、きっと私も同じことするんだわ。そんなことありませんよ。咲夜さんは幸せに対してはいつも前向きです。その前向きな心が幸せを引き寄せるんですよ。いつも笑顔で皆さんを幸せにしてくれるように、きっと皆さんも咲夜さんに幸せを届けます。誰も咲夜さんを孤独にはさせませんよ。それじゃあ、約束してくれる？どんな時でも、私のそばにいてくれるって、私を守る騎士になってくれる？はい、もちろんですよ、咲夜さん。約束だからね、メイリン。はい、約束です。それじゃあおやすみ、メイリン。おやすみなさい、咲夜さん。咲夜さん。あらら、自分で不純物を除去してくれたわ。これで安心して取り込むことができるわね。ちょっともったいなかったけど、まあ代わりはいくらでもいるわよね。そう、ですね。どうしたの、アリスちゃん。なんでもありません。なんでもありませんから。すみません、少し一人にしてください。ええ、わかったわ。あんた、よくも咲夜を。クックックック、残りはお前だけだな、友人族よ。お前を殺した後、知恵の葉を持つ魔女を殺し、すべての人間を殺してやろう。その後にと同じようにな。さらばだ。ゴミ、だと。うわぁ。なんだ。すみません、お嬢様。
しばらく預かっていてください。気づかれている、あの青い炎、どこかで見たことが。さて、始めようか。始める？ふっふっふ、私と戦うつもりか。本当に諦めの悪い奴だ、ならかかってきたらどうだ。かかってきたらどうかって？悪いけどさ。お前、もう死んでるよ。ふん、何をふざけたこと。うわぁ。所詮魔法はしてある、しかし使えるかどうかはわからん。そんな、私がまた冥界に行って話してくるわ。地上のことも話しておきたいし。何が、起きたんだ。貴様。ふん、力を身につけたようだな。どんなに強くなろうとも貴様は私に。ここで、加藤生物が。貴様は、いいと、あたかたもなくて使ってくれる、ヘル・ジェスティメンバー。なんだと、なんだ。調子に乗り寄って、本気で殺してやる。うわぁ。覚悟しろ。ハハ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 。はぁ、はぁ、ハハハハハハハ。見かねてやろう。今のお前は私をはるかに超えている。残りの魔女を吸収したとしても構わんだろう。だがお前は私を完全に殺せる力は持っていない。そうだろ。あ、そうだな。ハハハハハハハ。無駄な戦いだな。それでいいんだよ。お前を永遠に殺し続けたいからな。終わってしまってはつまらない。ハッ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 。お前が私を何度も殺そうが私は消えない。お前が力尽きるのを待てばいいからな。残念だったな。お前の努力も虚しく終わりに行くよ。力尽きる、お前にいいことを教えてやるよ。私はそういうのを司る程度の能力を持つ。霊力の炎を身に向かい、敵を消し去る力だ。私はお前を殺せないのではなく、殺さないんだ。いいか分かるか、クズが。静かな怒りだ。無駄な力は一切使わず、勇気と呼ばれる力と霊力を合わせている。あれは私でも止められんな。しかし魔界の連中が狙っている。時間を与えると面倒だな。私もそろそろ動くとするか。はぁ、はぁ、私を殺せる力を持っているだと。終わらぬ戦いに意味などあるか。お前がどんなに怒りをぶつけようが、あの小娘は戻ってこない。ふっふっふっふ。いつまででかい口を叩いてられるかな。あはははははは、悪いな本命リン。そいつの力は私がいただく。ごめんなさいね。そいつの力は私のものなの。諦めてくれるかな。出ないとさ、ちょっと死人の人数が増えちゃうことになるのよね。おら言わんこっちゃない。うん、あいつ何かがおかしいな。愚かな奴だが。あら、叩きに。ひどいわ、人を踏み台にするなんて。そういう悪い子にはお仕置きが必要ね。ふふふ、もらった。うん、目が、裏切どん。ふっ。わぁ、さすがね、これは本気出さないとダメかな。一度お前を禁止にさせてもらう。ふふふ、悪く思うなよ。ふふふ、まとめてバイバイよ。何かしら、ちょっと待って、わぁ。なんだ、この車にお前ら、意味がないと思い。何のつもりだ。なに、敗北者には消えてもらおうと思ってな。オメガの名を持つ者が聞いて呆れる。オメガ？ちょっと待ってくださいね。ここは協力して先に本命輪を倒さないか。その後は取り合いだ。いいわ、私もちょっと邪魔だと思っていたところ。うん、ルカさん。わわ、なんだ。コロナさんにもルカさんと令和さんがいます。皆さんお願いします。それと NO さんのこともどうかお願いします。私たちの家族ですから。わかった。どういうつながりだ。まあいい、先にあいつを殺さねばな。さてと、これで死んでくれるといいけど。ふふふ、不正だな、大したものだがな。お前らさ、それ放った瞬間、死ぬと思うよ。
お前たちの答えだな。そういうように、こう激烈系。何か理解しているか。何かってなんだ。先ほどふと思い出したことがあってな。数千年も前に遡るが、お前と同じ青い陶器をまとった老人を殺したことがある。老人？そいつは巫女の守護者だと言っていた。それが竜の力を背負う者の使命だとな。随分と巫女の親と名乗る者と仲が良かったな。お前はそいつの子孫か何かだと私は考えている。私の叔父は誠の繋がりが深くてな、私がまだ幼い頃もよく育て話を聞いていたもんだ。父に生まれる娘は我々二人が守る、その約束し、叔父はその使命を私に託した。だが猫の叔父の姿を見せなくなってしまった。桃敵を失った私は、ただ竜の力を伝承する者を育てるために生きていた。名人、いつかお前の使命が見つかる時が来る。その力は王家を守るためか、いつか出会えるかもしれない猫の守護者としてか、または愛する者のために力を使うか。選べるのはどれか一つ、必ずその選択が迫られる時が来る。自分が何なのか、それを正しながら生きろ。これが私に言える最後の言葉だ。なぜかしらね、あなたとは、マリサたちとは違う絆を感じる。ふふふ、ただの勘よ。私のことを思うなら、自分にとって一番大切な人を守りなさい。それが私にとって一番嬉しいことだから。今全部わかったよ、昨夜さんと霊夢さんとのつながりが。そうか、私も老人の話を思い出してわかったことがある。ああ、私もだよ。お前は、今ここで確実に殺さねばならん存在だ。メルトン。ふふふ、引っかかったわね。それは大幅な防御力低下状態になるの。それじゃあ奴が死にしてあげるわね。当たってないからな。パパ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 、さっさと心臓貫かれちゃいなさい。だったら当ててみろよ。私を殺せるとは思えないが、万が一ということもある。相手にしてればどうなるかわからん。いつもの世界への案内人は手に入れた。あの魔女は諦めてさっさと終わらせるか。一番手っ取り早いこの頃は。ふん、これが一番だな。おい、私を忘れてるぞ。諦めろ、お前では私を倒せん。ふふふ、そうかな。だったら黙って受けてくれよ。あい、あの野郎、逃げ腰になってやがるな。まあ、見られちゃ困るものもあるからな。場所を移してもらった方が助かるか。もっと優しくしてよ。今はどこにも変わらないので、助かるように頼むでしょう。え、ごめんね。あれ、止めなくていいのか。この山の雲は一番失えば私のためにかず、さっさと消し去ってしまうのかもな。猫の守護者も、さすがのお前もこれは止められんだろう。邪魔な子にどもと一緒に消えたれ。え、まだあんな力を残してたんだ。ピヨン、邪魔見せてやるよ、ほんの少しだけな。むしろ楽器だらけよ。そっかっか、久しぶりだね、純喜様。悪いけど邪魔はさせないよ。そこ動くなよ。あら、誰かと思えば、親を裏切った今ちゃんじゃないの。さあ、終わりだ。今出てきたものだ。サビアさん、お嬢様、すみません、今終わらせますね。もう少し痛めつけてやりたかったけど、みんなに迷惑はかけられない。お前の敵、完全に消し去ってやるよ。うちの力と共に消えろ。お前の支配は、今ここで終わる。いいよね。ふふふ、腕を上げたみたいだけど、まだまだってところね。そんなんじゃこの先行っていけないわよ。あ、死んでたわね。あははは。笑いたけ笑いな。今のお前より私はマシだよ。人の思いに気づけないお前は、必ず大切なものを失う。あくまでも涙せる者がいるってことを覚えておきな。何を言ってるのかわからないわ。うん、終わりだ。そういう終わり、遠くを言うけん。私にとっての宿敵は、巫女ではなくお前だったか。君は必ず殺す。この勝負は預からせてもらうぞ。私が逃がすと思うか。君はお前だったな。いや、これでいい。あらら、死んじゃったのかしら。それとも、おい、お前は何者だ。ふふふ、はじめまして、私の名
は新規、向かいの神よ、アリスちゃんが世話になったみたいね。どういう関係かまだわからないけど、次に会うときは敵同士になってるわ。ここを守りたいならちんとなくやるよね。もう一度聞くぞ。お前は、誰だ？ごめんなさい、言っている意味がわからないわ。それじゃあまたね、ユウキシさん。メイリン、よくやったね。え？私は、先に報告したいことがある。ミスティアとレミリア、そして小悪魔は死んだ。小悪魔だけは魂を回収してあるが、他の二人は冥界に行ったらしい。サクヤさんは、残念ながら冥界に行ったよい昨夜の魂はなかった。そしてこの世にも、役の怒りが直接確認しに向かったから間違いない。そうですか。精霊の姿を消した。まずは一度集まって状況を整理しよう。メイリン。ルカさん、ありがとうございます。いろいろ聞きたいことが山ほどあるが、今日一日は休もう。いざよい昨夜の件は残念に思う。だが希望は捨てないでくれ。パチュリーが消されなかっただけでもまだマシだったと言える。君にはまだ他に守る者がいるだろ。その力を私たちに貸してくれないか。協力はします。ですがこれだけは言わせてください。この力は、サクヤさんを守るための力です。私は彼女の、愛の、騎士ですから。